どうも皆さんこんばんは、ソロです。本日も解説動画やっていきたいと思います。本日もで、今回は、まあ今回もね、バスフィッシングにおけるベース的なルアーの話をしていきましょう。こちら、ラブトリック。まあ今ね、ちょうど大雨の後で水が濁ってるタイミングだから、こういうルアーが比較的よく使うからっていう意味でのラバージグの解説をしていこうかなと思うんですけれども、まあラバージグ、今回フルサイズジグのお話ですが、ベーシックなルアーでございます。バスフィッシングって言えば、バス釣りで使うルアーって言えばっていうところで絶対に名前が上がってくるのがこのラバージグなんですけど、まあ昨今正直使うかって言われたらあんまり使わないんですが、まあね、水が濁ったフィールドとかでは非常に出番が多いと思いますので、まあこれを機にね、濁ったフィールドの人は使ってみるのもいいんじゃないかなと思うんですが、前回に引き続き、前回っていつだ、まあいいや、前回に引き続き基本的なお話プラス、僕の経験上有用だなって思えるような使い方を今回ねお話ししていこうかなと思うんですけれども、まあこのフルサイズジグですよ。まず使うタイミングで言うと、まあ当然水が濁ったタイミング、まあもともと濁っててもいいし、特に急に濁った場合とか絶対これ強い。アンドカバーがめっちゃある、もしくはめっちゃ広い場所とか、もうあとはもうでかいのしか狙わんよ、そういったシチュエーションだけ、一発こうホームラン狙うよみたいな時はこのジグを使ったりします。でトレーラーには、今はね、フォーク使ってるけど、まあ、ぶっちゃけ何でもいいんだが、チャンク系のトレーラーっていうのはね、やっぱバランスいいかなと思うんですよ。チャンクってラバージグのトレーラーでしか使えないから、最近でこそね AK チャンクだったりとかエグチャンクだったりとか、あのラバージグ以外にも使えるようにみたいな感じで作られてるチャンクもあるけど、基本的にはチャンクって、まあこれもそうなんだけど、ラバージグのトレーラーとして使うことしか想定されてないみたいな、トレーラーとしてしか自分を表現できないみたいなね、それでも政府や誰かの道具じゃなくて自分の意思でトレーラーとして生きていくみたいな、そんなのがチャンクなんだけど、やっぱりこれが一番、いろんなところで使えるかなと思います。万能ですね。で、こうでかいチャンクとでかいジグを合わせたらまあまあでかいんだけど、まあ、まあまあでかいおかげでまあまあ釣れないんだけど、まあ、釣れたらでかいよっていう話ですね。バイト数はかなり減るが釣れたらでかいと思います。まあ釣り選ぶ系のルアーだということですね。でじゃあ使い方なんだけど、まあ基本的には、例えばカバー打ちだったりとか放置だったりとか、まあ、いろいろ最近流行ジグストだったりとかいろいろありますが、もうどこで使う、オープンウォーターでもいい、ボトムでもいい、カバーでもいい、使う場所はもう選ばない、どこでも使えますから、浅いところだろうが深いところだろうが、もうどこでも使えます。じゃあ使い方はどうするの、まあ、個人的おすすめ&実績で言うのであれば、フラッピン、フラッピンジグというやつです。何かっていうと、まあ僕の動画とかでは見ればわかるかもしれないけど、こういう使い方ね、いわゆるシェイクとかいうやつ、まあジグストってもしかしたら今の時代言われるかもしれない、でも僕はジグストとは明確に区別していってます。というのも、まあジグストの定義はかなり曖昧3センチなんですが、多分ねこういうのがジグストだと思う、ね、わかる、一応スト系でしょ、スト系ってなるとやっぱシェイクの、シェイクがねそういうふうに細かいんよね。キムケンさんもこんな感じで使ってるはずで、ミノストだったりとか、まあ、フットボールヘッド使ったやつだったりとか、ジグヘッドだったりとかを使ってるやつなら、それでもいいんだけど、このラバージグって、ラバーがあるんですよ。ラバーがなかったらラバージグにならんから、ラバーが必ずある。ラバーがあるってことは、水の抵抗が増えると。水の抵抗が増えるとどうなるか、アピール力が上がるとか、ボリュームが上がるとか、じゃなくて、まあ、それもあるんだけど、あらゆる動きが、当然フォールも、当然、アクションした時の動きも、もわっ、もわってなる。それがジグの特徴、特にこのねフルサイズのジグのボリュームのあるトレーラーじゃねえよ、ラバーの水の抵抗っていうのはかなりでかい。これがあるないではやっぱり動きには大きな差が出るんだけど、あるからこそのボリュームがある、あるからこそのパワーがある、だからこれを使うんだよ。だけどの代わり全体的なルアーの動きがスローダウンするっていうのは頭に入れておかないといけないということです。で、そのラバーの抵抗があるがゆえにどうなるか、例えばこういうシェイクをした時に動かないんですよ。まあ動かないっていうのは、このアクションってバンってこうテンション張ってから緩めてまたテンション張っての間だから、どんぐらい止めとくか、どんぐらい張るか、どんぐらい止めとくか、これによって動きっていうのは変わってくる。で、普
通の、まあ、ジグフトみたいなこういう速いテンポ、スッて戻すだけでほとんど次の連続シェイクになっちゃう場合はもうツン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 ってこうルアーがね手前に手前に寄ってきちゃう。まあね、ジグヘッドとかだったらそれでもロールしたりとか、フットボールヘッドだったらそれでもヘッドがし震えてなんかワームが動いたりとかするんだけど、ラバージグだとテッ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 てあんまりよく動かない。だから僕はラバージグでシェイクする場合っていうのはフラッピンっていう、まあこれ昔ながらのテクニックです。今から20年ぐらい前から言われてる釣り、フラッピングさせる。だからトンって動かして緩めた時にジグが落ちて、またテンっていってこう緩めた時にジグが落ちて、いやジグの動きとしてはトン、こういう風にバサロ、ギュンギュンバサロみたいなアクションになりますよ。これがいわゆるフラッピンジグと言われるやつです。本家本元のこれがなんやかんや一番実績があります。いわゆるジグストのように中層で使ってもいいし、ボトムでプッ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 ってやってもいい。ボトムからテンテンテンプッ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 って中層に上げてくるのもある。まあいわゆるホンガリングと言われるやつもこれの系統ですね。ホンガリングっていうのはキクさんがやってる、僕の場合このフラッピンジグはね手首視点でこうやったりするんだけど、ホンガリングってね肘視点でこんなので、まあボトムでトン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 ってこうフラッピンさせるのと違って、肘視点だから結構中層に上がってきちゃう。で中層でテッ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 てジグを上げてきて、このフォール竿が一番頂点まで来て、スッてアクションをやめた時のフォールドーンって食ってくるのバーンって合わせるのがキクさんの電撃です。まあでも僕はあんまりそういう使い方はしないかな。結局肘視点でテン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 ってやっても別にこの普通の手首視点でフラッピングでもできるしねそのライン点数の掛け具合とかでこう好きに落とせばいいし、テンテンチッて。だからこのいわゆる手をフォアグリップに添えて肘視点でやるこのホンガリングみたいな、これはちょっと古いかな古い釣りやと思います。普通にこういうやり方してトッて落としてやればフッキングのストロークがちゃんと取れるからね。昔はねこの縦のなった状態でトンって当たったのは上げるからこう何これタコ踊りみたいな感じのフッキングになってたんだけど、まあもうリールハンドルでちゃんと調整しましょうよというのがトレンドかなと思います。まあ、そんな感じだからこのフラッピンジグっていうやり方がねいいんですよ。だから中層だろうがボトムだろうがオープンウォーターだろうがああいうカバーだろうが一緒です。カバーもこうフラップさせながら枝一本乗り越えてきて落として、まあ多少この乗り越える時に引っ張って落とす時に緩めるっていう感じでやるから、その一定にトン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 ってやり続けるわけではないけどね。まあでも似たような感じでトントントンってたなびかせるようにね、なんやかんやこれが一番釣れます。あとはいろんな要所要所でポーズを入れるとか、まあ、それぐらいかな。結構ね使い方はシンプルです。その分いろんなところに投げる、いろんなレンジで探るとかでやってあげるといいかなと思います。まあいろんなところで使えるけれども、いろんな使い方はちょっと個人的にはできないかなっていう、それもこれもラバーの抵抗があるせいでねっていうことがあるから、まあなんか小技は聞かせられないよな。そういう意味ではね、水がドーンと綺麗になってとか、バスが結構ルアーを見切っちゃってって、手先の技術じゃないと食わせきれないよみたいな、そういうタイミングだとちょっとね釣れないと思うけど、まあ魚がアホチンになるタイミングやったら結構強いと思います。だから大雨増水濁りが入ったタイミングとか、めちゃくちゃカバーがあるところとか、冬とか、まあ冬春ね、はい。でまあこのフラッピンジグが一番やっぱ効果的なのがこれチャンク系、まあホック系もまだマシかなだと思います。使い方意外と簡単でしょ。でじゃあ最後にタックルの話だけど、ラインは20ポンド最低16、細くていいことはあんまないです。細いと、まあ、カバーに絡まれた時に切れちゃうし、糸が伸びるんですよ。同じラインでも細い方が伸びる、同じ力をかけた時に、ね、その伸びちゃうとアクションが伝わらないんですよ。ロッドもそう、硬い方がいい。 H とか MH でも柔らかいかもしれない、最低でも H ぐらい欲しい。で最近
流行りのチップがすごい柔らかくてみたいな、あんな竿はダメです。でチップガチガチ、もう胴曲がりするような竿じゃないとダメ、もう棒のような竿と言われるもの、そういう太い糸を硬い竿を、まあ、チップまで硬い竿を使うことによって、この重たくて抵抗の大きいジグをきちっと動かせられるのね。これがね、ラインが細い、ドットがやばいってなるとジグが動かないということです。ジグが動かないから、こう結構こう引っ張って動かさなきゃいけない、曲がってもなおガチンって当たるとこまでかなり引っ張って動かさなきゃいけないから、ルアーのアクションがもいちゃーん、もいちゃーん、もいちゃーんみたいなこんなになるから、あんまよろしくない。やっぱりトントントンってね、ゆっくりであってもこうトントンっていう動き、当然速い動きならなおさらそれが出した方がいいので、硬い硬い竿、そして太いと、これはもうマストアイテムです。その代わり当たりは取りづらいよ。まあ当たりは取りやすいけど、あって思って引いたらダメです弾かれます。だから硬い竿でも当たりを取ってドーンって合わせられる感覚は持っとかんといかんし、ちゃんとフッキングしなきゃダメです。ラインが太い、あ、フックが太いからね。キャストとフッキングっていうのは、こういうカメラとか、まあカメラマンがいてもそうだけど、見てても分かると思う、そこで上手い下手っていうのがね。やっぱり下手な人のフッキングっていうのは、まあ使ってるタックルとかルアーにもよるけど、合わせないんですよ。例えばジグを使っててもどういうフッキングするかって言ったら、トン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 、あ、食った、こんなのフッキングせいやって話だね。当たった、これがちゃんとしたフッキングですもしくは、いやいや俺はそういう竿で振ったりしないんで巻き合わせ派なんだよっていう人も、立ててグリ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 、これが巻き合わせ、舐めてんじゃねえよっていう話だよね。だから巻き合わせやったら食った、こんぐらいこんぐらいやるならちゃんとしてると思います。でもやっぱりね、見ていただいたら結構わかると思います。ジグとか、まあジグじゃなくてもいいわ、魚釣った時にフッキングしない、あ、お、来た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 みたいな、バラすよ。いや、もうバラしても別に俺は困らんからいいけどね、みんなはそれ困るでしょ。だからそういうのはやめようね。ちゃんと合わせましょう。トン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 、あ、来た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 、こんなんじゃダメです。仮に当たり引いて竿すごい立てた状態で、あ、当たったってなったら、死ぬ気で巻いて、もう一回もう一回フッキング、こんぐらいやってオーバーな話はしてないです。結局このフルサイズのジグについてるこの太い針プラスこの強い側を超えて、かつバスの硬い顎、上顎とかにガーンってかけるには、あんぐらいちゃんとフッキングしないとダメ。あーんと、あれ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 、こんなんやってたらね、10匹中1匹釣れたらラッキーですよっていうことで、その辺はちゃんとしましょう。だからこのフルサイズのジグで難しいところって、当たりを取るとこからフッキングするとこやね、ここで差が出ると思います。使い方はもうフラッピーにさせるだけといえばだけ、もうもちろんそれを使う状況とかね、場所とか、どれぐらいの精度でやるかとかね、細かいところはあるけどね。ただまあ俺今フラッピンっていうテクニックは基本だし、なんなら俺はこれぐらいしか知らない、やらない、この軸ならね。だから基本であり最強ですだと思ってます、がその後が難しいということかなと思います。あ、来た、よっしゃ、よし、よっけ、よし、おお、ナイスナイスナイス、よし、オーケーオーケー、よし、オーケー、来た、ナイスナイス、危ねえ、40センチ前半ぐらいかな。いやぶっ、あ、いた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 、ジグチャンク
シャンクじゃねえな、ポークだな。まあオーソドックスなジグ、これを使ってね、一匹なんとか釣ることができました。40センチぐらいかな。うい。まあ皆さんも一つ試してみていかがでしょうか。ちゅうことで、よし。